ブナ。ブナ、ブナ、ブナ、聞く、教学名、は、ブナカブナ族の落葉光木。落葉光葉樹で、温帯性落葉光葉樹林の主要構成種、日本の温帯林を代表する樹木。種商名のクレネターは、遠距市場のを意味する。中国語で、ブナとは、本種ではなく中国ブナの一種を指す。ブナは、近年作られた日本文字で、一般に、 日本ブナの意味に使われている。聞くも、中国では、ブナの意味は全くなく、ヒノキの意味ならあるが、日本ではブナの意味に使われることがある。別名が、白ブナ、ソバグリ。木材としては、ビーチと呼ぶ。高さ30メートルほどに達する落葉鉱木。樹皮は、開白色で、キメが細かく、よく地類などがついて、独特の模様のように見える。 若い枝は褐色で光沢がある。葉は五星楕円形、長さ4から9センチメートル、幅2から4センチメートルで、薄くてやや固め、円は波打っていて、虚子というよりは、葉脈のところで少しくぼんでいる感じになる。秋には紅葉し、その後落葉する。糖芽は褐色の輪片に包まれ、茎が伸びた後もそれがぶら下がっている。目から展開した若葉には、 長い難毛があり、後に無毛となる。私有同種で5月頃に葉の展開と同時に開花する。尾花は枝先からぶら下がった柄の先に6から15個ついて、全体としては棒状になる。雌花は本年枝の上部の葉の脇からしっかりした柄の先に上向きにつく。果実は双方辺に包まれて10月頃に成熟し、その角度が4列し散布される。 C の実の表面を少しトゲトゲさせた感じである。角とに包まれた2個の果実、ケンカは断面が三角の痩せた小さなどんぐりのようなもの。しかしながら中の胚乳は渋みがなく脂肪分も豊富で美味であり生のままで食べることもできる。なお、ブナの米を蕎麦の木、ブナの果実を蕎麦ぐりというのは果実に蕎麦、両角の胃のコブがある木。 蕎麦のある栗の胃である。食べかの作物蕎麦、蕎麦の米を蕎麦麦といったのと同様である。ブナは成長するに従って根から毒素を出していく。そのため、一定の範囲に一番元気なブナだけが残り、残りのブナは衰弱して枯れてしまう。ところが、一定の範囲に二本のブナが双子のように生えている場合がある。これは、一つの実の中に二つある。 同一の遺伝子を持った種から成長したブナである。温帯の産地に生育する。ブナは攻撃的な紅葉樹と評されるほど、ほとんどどのような土壌でも、旺盛に繁茂し、密に茂る樹幹によって、他の木々の成長を阻害する。ドイツでは、人間が管理せず森の成長を自然に任せた場合、ドイツの大部分は、ブナ林かブナの根光林になると考えられている。 日本では、北海道南部、本州、四国、九州に広く分布し、低山の商用樹林帯と、阿光山の新洋樹林帯の間には、船林が成立する。雪が多い日本海側の山地と、大雨山脈の施良近くでは、天然林に近い船林が広範囲に広がっていたが、戦後大規模に伐採されてしまった。世界遺産に登録された白神山地の船林は、 保護運動の抵抗により、まとまった天然林としては最後に残ったところである。太平洋側に降りると巡林はあまり見られず、水ならなど多樹種との根光林を作る。本州中部では、ほぼ標高線から1500メートルまでの地域が、ナ林となる。日本北原のナ林は、一般的には、北海道黒松内町のものが有名であるが、実は最北原のナ林は、 隣町の須津町にある。また、日本のブナの離島北限は、奥尻島である。一方、南原のブナ林は、鹿児島県、高愛山にある。白神山地以外の広範囲のブナ林としては、岐阜県、石川県、福井県、富山県にまたがる白山、福島県ただ町周辺に、広大なブナ林を見ることができる。坪田和人町、とブナの山旅、俗。 ブナの山旅によるブナの果実は多くの哺乳類の餌として重要であり、中世のヨーロッパではブナ林で養豚が行われていた。日本では2003年は日本付きのワグマが多数里に出てきたことで知られるが、この年はブナの不作の年でもあった。しかしブナは基本的に毎年不作であり、5から10年に一度豊作になるだけである。さらに、 ブナがより不作だった2004年には、出没例は2003年より少なく、全国的に過去に例がないほどのブナの方策となった2005年には、熊の出没が増加した地域と減少した地域があった。以上から、月のワグマの出没とブナの豊か不作は、必ずしも相関がないとの説もる。ブナの葉には、玉バエ家の昆虫による虫コブが付きやすく、26種の虫コブが知られている。 葉の分解は非常に緩慢であり、その分解が細菌によってなされる環境では土壌は改善されるが、主にキノコによって分解される環境では酸性のアラフ食が作られ、他の土壌生物の土壌を改善する活動を阻害する。そのため森の養母とも称えられるが、アラフ食の主要因としてネガティブな評価を受けることもある。ブナの木は非常に 重く川を流して搬出することが困難なことから、小取引には向かない資材だった。その上、腐りやすい、加工後に曲がって狂いやすいという性質があり、二十世紀の後半まで溶剤としては好まれなかったが、焚き木のほか、加糖品のための需要はあった。日本では、平安時代後期から鎌倉、室町時代にかけては、上質の毛焼に変わるものとして、湿気の湾。 皿の普及品の材料として欠かせないものであった。キノコ栽培の原木にも利用されている。ブナ材は他の資材に比べ重量に対する引っ張り強度に優れた特性があり、20世紀には薬品処理と合板の接着、加工技術の向上によって需要が増えている。日本ではブナの伐採後に杉が植えられて、うなばやしが縮小した。ただ、曲げに適しているため、 家具の足に好まれる。また、円筒型に曲げやすいことから、太鼓類の銅としても利用される。紙パルプ、家具材、主に足物家具、スキー板、ベニヤ材、玩具材、楽器の鍵盤、ブラシの柄などに用いられている。日本では、以下が天然記念物として、国の文化財の指定を受けている。日本の温帯林を代表する樹木で、以下の市町村の木に指定されている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。